DJ おもちです。今回もレームベリー、RYM チャレンジ挑戦してみたいと思うのですが、なんとですね、これ今までレームベリーチャレンジここまで、最初はビラ配り、その後に早口言葉をやったでしょ。でカラオケやりましたよね。そしてここまで来ててですね、なんと今買ってきました。今回チャレンジするのはバーンダイけん玉です。なんでいきなりけん玉って思った人もいると思うんですけれども、説明しますと、そうですね、ミリシー、やっぱりこうまあしょぼいなって思った人もいると思うんですけど、これをやることで集中力がまず得られます。なんかいや僕はやったことがないんですけど、今回ねチャレンジしてみなさいと言われたのでやってみたいと思います。頑張ります。でワンマンまで、ワンマンの日になんとお餅どこかでこれ技を3つ決めて技を3つ決めて、それをワンマンまで練習して、ワンマンで技を披露したいと思います。あーできんのかよ。まあね、今まで数々のレムベリーチャレンジをこなしてきたお餅、こなしてきたというか、まあチャレンジしてなんか罰ゲームも体張ってきたお餅なので、これぐらいはね余裕でこうできて、でワンマンでねみんなに披露できたらいいなと思うんですけど、まずね本当にやったことないんですよ。だからとりあえずやってみます。でなこれ100均のやつなんでちょっとちゃっちゃいんですけど、いろいろなんか東急ハンズとかにいいやつ売ってたらそっちに変えようかなとか思ってます。まずやってみます。これさ、ほんとどうやってやんの。ほっ、これやばいかもしれないなんか回すといいって聞いた、ここ。ほっ、やばい、できん。これ待って待って待って、こんなはずじゃなかったんですよ。できると思ったんですけど、けん玉かちょろいなとか思ってたんですけど、やばいですね、これちょっとやばいです、ね、とりあえず技を調べてみたいと思います。技何あんの。だってけん玉技、あ、技一覧とかありますね。ふむ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 、大皿、下に垂らした玉を引き上げて大皿に乗せる。あ、これね、うんうん、小皿、下に垂らした玉を引き上げて小皿に乗せる、こっちか。はい、これねやばい、ツバメガレス、うんうん、空中ブランコ、けん玉に玉が刺さった状態、決めました。お餅はまず
まず、もしか、あ、見えないな。もしかめ、大皿に乗った状態から始める、中皿、大皿、中皿と交互に球を移動させる。回数は最初に中皿に乗った時を1回とし、次に大皿に移った時を2回目と数える。これを 1回やります。そして次に次に地球回し、球を1回転させて再び剣先で受ける。回転方向は技を行う人の右側から見て 反時計回りとなる。裏剣と呼ばれることもある。その地球、まあ、よくわかんないんですけど、地球回しを2回目でやります。次、最後に振り剣、振り剣、弾を1回転させ剣先で受ける。こういう状態です。これでフィニッシュしたいと思いますね。ワンワンまであと2週間ちょっとなんですけど、2週間もないのかな、なんですけど、これをツイッターなどで中間報告とかでしながら、こう空き時間にやったりとかして、なんとかワンマンで成功させたいと思います。できんのかな。いや、やる。お餅はやるんだ。今まで数々のことを乗り越えてきたお餅ならできる気がするので、皆さんよかったらお餅の技をワンマンに来て確かめてください。お願いします。はぁ、頑張ります。おむちけん玉できるのかな。バイバーイ。まず一回やってみるわ。